全然今来たとこですもうなんで敬語なのよ。それにしても今日は随分おめかししてるじゃない。あ、これみんなに見繕ってもらったよ変だったか。ううん、いいと思うよ。さあどこ行く。おう、まずはごめんなさい、また来てくださいね。あー、ここも満席か。まあお昼時だし仕方ないよね。他のお店に行ってみよう。すまねえ、これで候補の店は全部なんだ。ああ、そうなの。こんなに混んでるなら予約してくればよかったね。すまねえ、気が回らなくて。さっちゃんはどこか行きてえとこねえのか。そうねえ、ま、あるにはあるけど。おお、そんならそこに食いに行こうぜ。ああ、でもご飯じゃなくて。え、どこなんだ。そんなの言わなくてもわかるでしょ。一番もさっきから落ち着かない様子だし。さっきからずっと歩きっぱなしだしね。寄ってこうよ。あれ、てっきり一番も同じ気持ちだと思ったけど違うの。そんなこんな明るいうちから。昼とか夜とか関係なくない。とにかく私もう我慢できないのよね。あのよ、さっちゃん。こんなこと言うと根性がねえって思われるかもしれねえけど、正直に言って俺怖いんだよ。怖い？あー、なんかわかる気がする。私も怖いなって思う時があるよ。え、さっちゃんも？うん、将来のこととか考えるとやっぱりリスクがあるしね。だったらなんでホテルなんかに。は？ホテル？何の話？え？違うの？タバコの話に決まってるでしょ。タバコ？この先に喫煙所があるから一服しようって話よ。そうだよな。もちろんタバコの話だって分かってたよ。行こうぜ喫煙所。一服して落ち着きて気分だ。大丈夫？一番。そういや、難波ってメガネ外したらどんな感じなんだろうな。どうしたの急に。いや、そういえば見たことねえなと思ってよ。ああ、確かに。どんな感じなんだろう。案外イケメンだったりしてな。それはなんちゃんに失礼だよ。でも、もうちょっと綺麗にしてもいいよね。髪の毛もセットしてさ。だよな。今度難波改造計画でもやってみようぜ。足立さんも誘ってよ。いいね、楽しそう。楽しみだぜ。もしかして私とデートするよりなんちゃんや足立さんと過ごしたかった？え？だって一番ってなんちゃんや足立さんの話するときすごく生き生きしてるから。いや、そんなつもりで話したんじゃねえんだよ。ただその
共通の話題をと思って冗談よ。あ、そうだ、なんちゃんと足立さんの話で思い出したんだけど、前にあの二人が陣内駅の近くに面白そうな店があるって教えてくれたんだよね。今から一緒にそこに行ってみない？おお、いいな、早速行ってみようぜ。すごいね、この立派なカウンター、ヒノキかしら。おおどうかしたの？一番。いや、難波とは足立さんの紹介の店っていうから、てっきりもっと大衆的な店かと。あの二人も多分来たことはないわよ。ただここに雰囲気の良さそうな店があるって言ってただけ。早速注文しようよ。おう。じゃあメニューを見ようぜ。じゃあ私これにしてみようかな。すみません、春国魚の煮物をください。お客さん、それはね、ハルツゲウオって読むんですよ。え、そうなんですか、すみません。うわ、やっちゃった、恥ずかしい。恥ずかしがることなんかないぜ、さっちゃん。普通に考えてこのメニュー全部読める人間は相当少ないはずだ。それなのに振り仮名が書かれてねえってのが問題なんだ。ちょっとそんなこと言わなくても、うちら一元なんだしさ。聞こえてましたよ、お客さん。うちの品書きに不満があるようですね。ごめんなさい、不満なんてとんでもない。はあ、いや、その兄さんの言う通りだ。え？うちに来る新規のお客さんは一限で終わる人が多くてね、なかなか常連が根付かないんです。その理由を考えたところ、格式を優先した結果ハードルが高くなっているんじゃないかと。ああ、もちろん格式は大切だけど、威圧感が勝って客を遠ざけるのは本当の高級店とは言えないと思うぜ。おっしゃる通りです。早速品書きにも振り仮名を記載したいと思います。正直なご意見ありがとうございます。すごい、一番の意見がお店を動かすなんて。こういう店でも雰囲気に飲まれない一番ってすごいね思ったことを正直に言ったまでよ。ほら、メニューのここ見てくれ。海にローなんて何の料理だかさっぱりわからねえだろ。いや、それは普通にエビでしょう。え、これでエビ？さすがにそれは読めてよ、私が恥ずかしいわまあまあ、お二人には感謝の印にデザートのあんみつをサービスしますよ。え、私あんみつ大好きなんですよ、嬉しい。いやー、案外うまいもんだな、割烹料理ってのも。ほんと美味しかったわねこんな機会でもなければ一生行かなかったと思う。ありがとね、一番。そうか、喜んでくれたんならすげえ嬉しいぜ。
け、やっば。どうしたんだ。向こうから歩いてくる男の人いるでしょ。あの3人組か。先頭を歩いてる人、田中って言うんだけど、以前私の指名客だったの。さっちゃんのキャバクラの。うん、 IT ベンチャーの社長で羽振りが良かったんだけど、ちょっと度が過ぎてさ、他の客に紗恵子は俺の女だなんて吹聴するから、お店を出禁にしたの。だけどその後も店の裏口で待ち伏せされたりして、だから私、田中に彼氏がいるって嘘をついたくらいよ。だいぶ立ちが悪いな。ええ、だけど田中は、君は嘘をついてる、彼氏なんかいないはずだって言い張って、今でも時々店の裏で私を張ってたりするの。田中が超ポジティブなのか、さっちゃんの嘘が下手なのか、わからないけど、人を見る目には自信があるとか言っててさ。そうだ、ちょうどいいわ、一番ちょっと協力してくれる。え、うまく演じてよね、いかにも私の彼氏って感じで。え、彼氏、そんな急に。あれ、紗恵子さん、偶然だね。何してるんだい。何って見たらわかるでしょ、彼氏とデートしてるのよ。彼氏、そのおじさんが。どうも紗恵子さんとお付き合いさせていただいている春日一番と申します。ちょっと声で帰って。これで信じてくれた、私が彼氏持ちだってこと。信じるわけないでしょう。僕は人を見る目だけは誰よりもあるんだ。彼は紗恵子ちゃんと釣り合うような男には到底見えないよ。あんたが紗恵子さんの彼氏？仕事は何をしてるんだい？ハローワークで働いてるぜ。契約社員でな。契約社員？非正規労働者の分際で紗恵子さんとお付き合いなんてありえないでしょう。んなこと気にしないってのは。では彼氏さんに質問しますが、もしも紗恵子さんが1000万の借金を負ってしまったらどうします？私ならポンと払ってあげられますが、あなたも。俺にはそんな大金とても無理だ。でしょうね。あなたに紗恵子さんは守れませんよ。だけど俺はさっちゃんの話を何時間だって聞くし、何時間だって一緒に悩むぜ。それが彼氏ってもんじゃねえのか。一番一緒に悩んで何の解決になるんです。二人とも不安な気持ちになって終わりでしょう。終わりじゃないわよ。一緒に不安を抱えてくれる人がいることで気持ちが救われるわ。そして頑張って困難を乗り越えようって思えるの。マイナスかけるマイナスはプラスになるのと同じよ。私が恋人にしたい人はそういう人。一番が彼氏で本当に良かったわ。まさか紗恵子さん、本当にこのおじさんが彼氏だっていうのか。さっきからそう言ってるでしょ。そんな俺がこんなゴミみたいな男に負けるなんて。敗北を認めて今後は私に付きまとわないでくれる。ああ、約束するよ。ただしお前ら二人にお灸を据えてからだ。はあ？よくも俺の恋心をもてあそびやがってぶっ潰してやる！
やるときゃやるぞ。さっさと始めようぜ。私の番。上昇。最後まで悪あがきしやがって。だけどこれであいつがサッちゃんをつけ回すこともなくなるだろう。ありがとう一番、名演技だったよ。特に最後のアドリブなんて驚いちゃった。いいってことよ。だけどせっかくの一丁らが汚れちゃったわね。ごめんね、私のせいで。気にすんなって。でもこのままってわけにもな。すまねえけどちょっと待っといてくれるか。服着替えてくる。うん、じゃあ待ってる。おう、すぐに戻るぜ。悪い、自販機見つかんなくてよ。ううん、ありがとう。最初どうなるかと思ったけど楽しかった。ありがとうね一番。そうか、そりゃよかった。一番？あのよ、俺は元ヤクザだし、足洗った今も貧乏暮らしで毎日ピーピーしてる。ちょっと、いきなり何？バカで勉強なんてできた試しがねえし、沢城の頭にはずっと間抜け間抜け言われてた。でもよ、今はなんとか定職にもつけて仕事は真面目にやってるつもりだ。職場の評判も悪かねえと思ってる。体はとにかく丈夫な方だし、そりゃ桐生さんとかとは比べようもねえけど、まあ腕っぷしも弱かねえとは思う。酒もタバコもやりすぎることはねえ。ギャンブルもまあやらねえとは言わねえが、たしなむ程度なもんだ。こんな大して取り柄のねえ俺だけどよ、サッちゃんのことは俺が命に変えても幸せにしてみせる。だからよサッちゃん、俺と結婚してください。一番、男春日一番、この先何があろうともさっちゃんのこと守り抜いてみせるからよ。さっちゃん、女なのにすげえしっかりしてて弱いとこ見せねえけど、仕事して親父さんの世話して妹さんのことも気にかけてすげえと思ってる。
ても一緒になったらもうそんな苦労は俺がさせねえ。親父さんの世話も手伝うし、妹さんのことでもし困ってることがあれば俺も力になる。なんなら俺が稼いでみせるから、さっちゃんは家庭に入ってくれてもいい。だからって当然家のことを任せっきりにはしねえ。掃除洗濯炊事買い出し何でも手伝うぜ。いずれ赤ん坊を授かったらガキの面倒も任せといてくれ。そんでガキも一緒にいつか大家さんの墓前に報告するんだ。こんな幸せな家庭を築きました。だから天国の大家さんもどうか安心してくださいってよ。さっちゃん、ありがとね、一番。今日は楽しかった。ちょっと待ってくれよ、さっちゃん。俺、何かまずいこと言っちまったか？ううん、別にそんなことないって。でももう帰んなきゃ。明日お店のことで早いし、一番も早起きしないといけないでしょ。じゃ、お互い頑張ろ。それで返事は？ったく、初デートでプロポーズするバカがあるかよ。奥手がテンパるとこういうことになるんだな。面目ねえ。まあけど肝がられるだけならわかるけどよ、それでさっちゃんが怒るとは思えねえんだよな。いや別にさっちゃんは怒っちゃいなかったって。ただ急に今日はもう帰るねって。バカ、それが怒ってるってんだよ。それも大激怒怒発点を作ってやつだ。ええ、終わったな、こりゃゲームオーバーだ。生阿弥陀仏、生阿弥陀仏。ちょ、そんなこと言わねえで助けてくれよ。俺はもう何が何だかわけわかんねえんだよ。デートの最中はうまくいってたんだよな。は？ああ、そりゃ最初は俺がテンパっちまってあれだったけどよ、途中からはさっちゃんすげえ楽しそうにしてくれたと思うんですけど。いや、今となっちゃあん時からとっくに愛想つかされてたのかも。もう全部がわからなくなってやがる。疑心暗鬼モードだ。これが浜の英雄とはな。もしそうならさっちゃんのことだ、さっさと見切りつけて途中で帰っただろう。となるとやっぱプロポーズで相当まずいこと言ったんだろうな。お前何言ったんだよ、ちょっと今繰り返してみ。え、今？恥ずかしいんだけど。バカ、何言ったか分かんなきゃ相談に乗りようがねえだろう。おい、先。まず最初に、自分がヤクザ上がりで貧乏してるとか頭悪いとかあるけど、今は真面目に仕事してて酒もタバコもギャンブルもそんなにしねえって、確かそんな感じのことを言った。まあ別にそこに引っかかることはねえ気がするな。で次は？次はそんな取り柄のない自分だけど、さっちゃんのことは俺が幸せにしてみせる。だから結婚してくださいって。なんだよ。早速来たな。あのな、一番、さっちゃんみたいにバリバリ働いて自分の人生貫いてる子が誰かに幸せにしてやるなんて言われて嬉しいと思うか？
あ、まあおめえにそんな意図がねえことくらいはわかるが、プロポーズでそれっちゃ致命傷だな。原因はもう分かった感じするけど、それから何か言ったのか？その次はさっちゃんが女なのに仕事とか家族の世話とかすげえしっかりしてて偉いなって。おいおい、今時女なのにはまずいぜ。え、そうなのか？女だからとか女なのにとか、女に限らず性別で決めつけるような言い方にムカつくやつは最近特に多いだろう。そうだったのか。あっちゃ、踏んだ地雷は一つじゃなかったか。こりゃ嫌な予感がしてきたぞ。俺もだよ。でその後は？あとは親父さんとか妹さんのことも気になってるだろうから、俺が稼ぐからさっちゃんは家庭に入ってくれてもいいって。バカ野郎、楽させてやりてえってことなんだろうけどよ、さっちゃんが金だけのためにキャバやってるわけねえだろ。そんなことくらい俺だって分かってるよ。でもそう誤解されてもしょうがねえ言い方になっちまってるって話。いくらテンパってたからってもうちょっと言葉選べなかったのか。くそ、昨日に戻って全部やり直して。まあ出せる海は出し切っとくとするか。その後は何か言ったのか？それからもしさっちゃんが家庭に入っても俺も家のことも手伝うって言って、そんで将来ガキができたら3人でおやっさんの墓参りに行こうって。それで打ち止めか。他に余計なこと言ってないか？ああ、これで終わりなはずだと思う。最後に畳みかけてきやがったな。家事を手伝うって言い草、これも相当地雷ワードだぞ。家事は女がするものって先入観の表れだと思われるからな。さらによ、赤ん坊ができたらってのも人によっちゃ結構危険な言葉だぞ。赤ん坊のできねえ夫婦だっているし、結婚イコール子作りってわけでもねえんだ。そんでとどめに赤ん坊と荒川の墓参りか。荒川への高校目的に結婚しようとしてると思われかねねえ。おい、嘘だろ。俺の言ったことは何から何までまずかったのか。最悪だ、俺はもうどうしたらいいんだ。まあ謝るしかねえな。そうだな、愛想尽かされてるかもしれねえが、何もしねえわけにもいかねえわな。そうだよな、ちゃんと謝らねえと